それではこちらの列のですね、2番目の、 あの男性の方です。 NHK の名越と申します。お世話になります。警官部の不正の認識について伺わせてください。報告書の中では副社長の現場への関与なども指摘されている中ですが、この警官部が一連の不正行為をどの程度認識、把握、認識しているのか、そして不正への関与を、警官部からの指示がなかったのか、そのあたり伺わせてください。まずこれ1点です。まあ、今回の板金塗装部門の不正請求問題は板金塗装部門単独で、他の経営陣は知らなかった。これは事実だと思います。この急成長している中、こうした不正が行われていたんですけども、社長はいつからこの不正があったと認識しているでしょうか。この6月の26日月曜日に特別調査委員会の報告書を受けて、もう本当耳を疑った。もうこんなことまでやるんかと、もう愕然としましたね。もうその時初めて、もう本当に現場に入ってよく見とけばよかったな。そのまた内容が、大事な大切なお客様の車をお預かりして、これから修理する人間が傷をつけて水増し請求する、ありえんですよ。本当にもう許し難い。そしてなんて特に悪質な案件が5つあるよと書いてありました。その中でももう本当衝撃的で、もうこれはもう一線を越えてるな。ゴルフボールを靴下に入れて振り回して障害者の損傷範囲を広げて水増し請求する、もう本当にこれ許せません。まあ、ゴルフボールで傷をつける、ゴルフを愛する人に対する本当冒涜ですよ。これは今事実関係を確認中ですけども、もう分かり次第刑事告訴を含む厳正な対処をしたいと考えております。兼重社長の口調は安倍晋三首相に似てましたね。私が嘘を言っているわけがないじゃないですか。ね、ね、ね、似てますね。兼重社長は安倍晋三総理を敬愛し、同じ列像で国葬をやりたいと言っていましたもんね。ビッグモーター。